突然叫び出しました。最近の流行りの日、もう一回言って。もう一回言って。そう言われると出ないんだね。この厚木道路は交通違反の取り締まりが多い道路ですので、正面のは富士山。富士山です。どんどんでかくなってきたんですよね。そうだね、湯本の駅です。こんな感じなんだね、外から ね。ここだ。ここ、あ、ここ行くのね。すごい。およそ200メートル先、目的地は左側です。あ、着いた。初めて。ね、そんなとこにあるんだね。とんでもない音だが言ったもんや。箱根有料です。日帰り温泉の施設だね。そうだね、うん。食事もできるそうです。じゃん、行ってきます。じゃん。すごいね、緑が綺麗ね。ファッションです。ありがとうございます。夏です。夏です。旦那氏です。広いね。広いね。あっちがレストランだね。あっちがレストラン。うん。そして、こっちから行く？こっちから行こうか。うん。行っちゃって行っちゃって。パン食い競争。おしゃれね。おしゃれだね。ね。うん。ね、20個ぐらいあるのかな。人数で分かれてたね。小さめ10くらい。あ、あれ？バラ。バラ来た。ここだ。バラです。キヨですか？ちょっと、入りました。じゃーん、じゃなかった。あ、じゃあ最初はこうね、目隠しがあるんですね。おお。これを使って
本当はね、うん、いいねいいね。じゃあお邪魔します。どうぞ。ここにね、なんかうちは本当だ。ではこれなんだ。これはあ、しまえるの。これしまえるんだね。すごいね。素敵な感じで。ピタレリスク製品ですか。いいね。これもなんかすごい古そうなやつで凝ったよね。そうだね。うわー、じゃじゃーん。おー、いいね。いいね。説明してください。一個一個。これは常備灯です。常備灯、あー、懐中電灯ね、うん、お花があって、じゃあここにアメニティが一周、ね、アメニティがミルク、ローション、うん、化粧のお化粧用具、あ、髪留めあって、うん、まあ、これなんだっけな、パフ、パフかな、パフ串ドライヤーもちゃんとあるし、ドライヤーもあって鏡もあります。わかりました。まあ時計があるからそうでね、10時からもう早く、なんか急がないか。そうね。でここに冷蔵庫がちゃんとあるんだね。外で買ってきて持ってきていいみたいね、うん、ここ冷蔵庫、うん、でちょっとしたこの休憩スペース、いいね。このスペースがあるといいね。甘夏ゼリー、あらあら、これ2人で来てるけど、4つ食べてるのかな。いいんじゃない。ね、はい、貸し切り露天風呂。音がいいね。シャンプーリンスボディありますし、こうね、洗い場吸うやつがあるね。あー、すごいね。これちなみにあれだね、今回は2人から4人入れる二の湯というところにね。だからちょっと広めのお風呂で、外はこんな感じでね。上がりました。上がりました。すごいいいお湯、ツルツルだったね。ツルツルだったね。すごいスレスレになりました。そうそう、お湯の温度が40度ぐらい、うん、で40度ぐらい、うん、で外の気温が大体32、3度だったのかな、多分。温泉入ってる間も結構あの涼しい、うん、心地よい感じ、そんなになんか暑くてはならなかったから、ね、うん、で今回あれだっけ、小田急の、うん、小田急のなんかあのツアー、なんかパックツアーみたいな、で1時間の、うん、貸し切り温泉と、そう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 、あとこの後食事が、うん、ついてワンドリーで1人5000円で、それはあのお風呂が、ちょっと君の2人から4人のお風呂してかな、全然、うんうん、1時間で、ね、そんな長風呂が得意じゃない人が1時間で、うん、十分だから2時間も選べたけど、うん、ちょっとなんか値段が上がっちゃうから、ね、1時間で言ったらちょっと、人のこと言えないね。
のかき氷なんかさ、書いてあったよね。あの、うん。では、帰りましょうか。すごいね。すごいね。これ飛沫ガード。ユーナのコースなんですが、お魚とお肉が選べる。はい、僕はお肉がいいな。お肉って、あ、お魚がこちらの、はい、おー、すごい。お肉が若鶏の串焼き。写真用魚。あ、じゃあ肉魚でお願いします。はい、半分ずつ。うん。はい、あとお飲み物が。はい。あ、そこ一個ついてる。今ちょっとビールは。あ、ダメです、はい、あ、大丈夫です、車で来てるんで。になります。どうしようかな。私はね、グレープフルーツジュース。はい。僕はどうしようかな。アイスコーヒー。はい。はい。お願いします。ツイッターでもしお飲み物とか注文される場合はこちら読み込むと返事に来る。あ、そうなんですね。はい。わかりました。はい、こちらご利用ください。はい、ありがとうございます。どうですか？なんか日本を感じます。日本の古き良き昔を感じます。取れるよ。おいしゅうございます。おいしそうだね。わあ、すごい。すごい、わあ、すごいすごい。ホタテとさつま揚げ、甘長唐辛子、トウモロコシと椎茸でございます。はい、豪華やな。私は椎茸食べてみるかな。じゃあ頑張ってトライしてみます。すごくない、うん、これちょっと苦手だけど、まあ、うん、食べてみる。うん、バンズみたい。バンズみたいだね。これは割と早く。そうだね。こんなもんだ。うん、ゴーヤ、うん、美味しい。美味しい、このゴーヤ。うん、うん、美味しい、うん、あ、すごい薄いね。薄い、美味しい味付けが。そうだよね、かまぼこだもんね。うん、いい具合か。うん、いいね。ね、うん、じゃあ、はい、わー、こちらは若鶏の串焼きの高め山麺になります。この後ご飯、お味噌汁漬物出ます、ね、あ、あ、大丈夫です。はい、はい、ここでやる、あっちで焼いてきてくれるんだ。そう、失敗は許されない、うん、じゃあ、はい、じゃあ実験ですね。これをここ、これは若鶏の串焼き。うん、うん、これはどうしようか。ここで食べる。ちょっとじゃあまずは、うん、いいね、いいね、いいよ、行っちゃって。うん、はい、どう、うん、熱い、うん、おいしい、ジューシー、うん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 、食べられない。しゃべられないね、大きいからね。ジューシーよりは、うん、なんだろう、噛めば噛むほど味が出る感じの、うん、歯応えが結構あって、
これはヤマメだっけ。ヤマメです。ヤマメです。すごいね、うん、はい、じゃあかぶりつきですかこれ。イエス、はい、失礼します。はい、えずら熱い。おいしい。おいしい。塩が効いてて。あ、もう塩が効いてんだね、うん、でもすごい淡白な味で、すごいおいしい、うん、あ、いいね、うん、焼きたて。焼きたて、うん、すごい、あ、本当だね、ホクホク、うん、ご飯と、うん、お味噌汁とお漬物です。3点セット、まあ、ちょっと大根おろしにしてみようかな、うん、もう2つ、うん、美味しい、うん、食べ尽くしましたよ。いや、美味しかったね。美味しかったね。旅館だね。旅館並みだね。うん、旅館の雰囲気を味わえて楽しかった。面白い。うん。分かった。うん。すごいね。うん。素敵なお庭。綺麗だね。傘。これは日よけ？よけじゃなかろうか、うん、おー、絵になるね、絵になる。堪能しました。堪能しました。よかったね。よかったね、うん、いいお湯。いいお湯でした。美味しかったし、美味しかったね。こんな自然がたくさんある、うん。